現在首位独走中の阪神タイガース。1番近本、2番中野がハマっています。近本中野は出塁する能力がとても高いです。そしてこの2人をホームへ返さなければならないのがクリーンナップ。ただ3番ノイジーと5番佐藤輝明は好不調の波があり、打率は2人とも2割5分以下です。チャンスでこの2人が凡退してしまうことが最近多いです。だからこそ4番の存在がとても大きく見えています。その4番とは、そう、大山雄介。プロ7年目、今年こそチャンスに強く不動の4番になりましたが、過去にはドラフト1位の期待を背負ったもののチャンスで打てず思い悩んだ時もありました。そんな大山はなぜ打撃が覚醒したのか、ドラフト入団時の苦悩について見ていきたいと思います。悲鳴ブーイングを受けた大山。大山は白鴎大学1年の春からサードとして出場すると、1年の春季と2年の秋季にベストナインに選ばれました。4年の春季リーグでは打率4割1分7厘、8本塁打、20打点を達成し、本塁打王、打点王に輝きました。リーグ戦の通算成績は98試合、119安打、16本塁打、93打点と素晴らしい成績を残しています。そして4年の夏には日米大学野球選手権大会の日本代表の4番も任されています。そして迎えたドラフト会議。当時の2016年は田中正義、佐々木千早、柳裕也、山岡大輔など投手が豊作の年と言われており、特に創価大学の田中正義は競合が予想されており、大きな注目を集めていました。そんな中、阪神はドラフト1位に大山を指名しました。当時、誰を指名するか阪神は公表しておらず、阪神も投手を指名するだろうとファンの中では考えられていました。予想と反して野手を指名したタイガース。指名された瞬間、会場から、という悲鳴が響き渡ったのです。大山は2位でも取れただろうという意見も飛び交っていました。当時のネット上では、大山指名への露骨な拒否反応えぐすぎ、いくら不満だろうとこの仕打ちはひどすぎないかと一時騒然としていました。大学日本代表も任されている強打者と評価は高かったですが、日米野球大会で15打数2安打と振るわなかったことから、ドラフト前はどの球団も指名するなら2位以下で1位の枠を割いてまで指名しないだろうという世間の見方でした。もともと金本監督はスカウトから2位で確保可能として大山を推薦されていました。しかしソフトバンクが外れ1位、西武とオリックスが2位で指名するかもしれないという情報が回ったことから、急遽指名順を前倒しにしたことを後に明かしています。ファンとしてはなぜ貴重な1位の枠を潰したのかという思いが強かったようですね。入団1年目からの成長。1年目のルーキーにして大山は大きなインパクトをファンに与えました。成績としてはこの年は75試合、打率2割3分7厘、7本塁打、打点38と目を見張るものではありませんが、クライマックスシリーズでとんでもない活躍をしました。3位 DeNA との第2戦で本塁打を含む4打席連続安打を記録。 CS の全試合で安打を放ち、 CS 通算で13打数7安打4打点とルーキー離れした成績を残し、ファンを期待させました。2年目は117試合、打率2割7分4厘、本塁打11、打点48と初の2桁本塁打を記録。この年の9月16日の DeNA 戦では1イニング2本塁打を含む6打数6安打3本塁打7打点を記録。この試合が強烈すぎて未だに覚えているファンも多いのではないでしょうか。3年目は自身初の全試合出場を達成し、打率2割5分8厘、本塁打14、打点76と本塁打と打点、特に打点で前年より成績を大きく伸ばしました。そして4年目、
この年はコロナの影響で無観客の縮小シーズンだった年です。ここで大山は大きな飛躍を遂げることになります。116試合、打率2割8分8厘28本塁打、85打点、長打率5割6分、 OPS 9割1分8厘と全て自己最高の成績でシーズンを終えました。本塁打王は岡本和真と3本差で惜しくも逃しましたが、広い甲子園でここまでの本塁打を打ったことが素晴らしいです。シーズン終了後、年俸も1億の大台に乗り、球団史上最速の1億到達となりました。この年マルテがサードにコンバートされたことで、大山は開幕スタメンの座を奪われました。開幕スタメンに出られなかった、自粛明けの練習試合で全然打てなかったので悪いのは自分ですけど、開幕戦で代打ですら出られなかったのが一番悔しくて、その悔しさが去年1年ずっとありました。それがつながったとは思いますと、悔しさをバネにして活躍へと結びつけたと大山は述べています。そして2021年、2022年も失速することなく3年連続20本塁打を達成。阪神の中軸には欠かせない選手へと成長を遂げました。金本監督も本当に成長したなと思います。雰囲気打ちそうですもんね。軽打もできるし大きいのも打てる、僕が監督の時にしっかり働きなさいね、ちょっと遅いなと笑いを交えながら愛ある激励を送っていました。大山の進化の理由。2020年、阪神の応援番組で大山は進化の理由を自分でこのように述べています。突っ込む癖があったのでそれを直したかった、どうしたら治るか考えた時、バットの先を投手に向けることで上半身と下半身を逆方向に動かす動作、割れを作ることができるようになった。そのおかげでどんなボールにも対応できるようになった。また元阪神タイガース荒井貴弘からアドバイスをもらっていました。バットをまっすぐ押し出すイメージで振り抜く、バットを投手側に向けるということは打ち方を間違えるとボールに対して振り遅れる原因にもなってしまいます。向けたバットをそのまま押し出すイメージを持つことで体の近くを通り、そうならないようにしていたのです。大山はなぜ叩かれるのか。今や不動の4番となり、大山を批判するような人はほとんど見受けられません。しかしそれ以前の大山は試合で打てないと異常なまでに叩かれていました。大山は4年目に成績を大きく伸ばしましたが、それまでの成績も若手であったことを考えればそんな叩かれるような成績ではなかったはずです。なのになぜ叩かれるのか。一番の原因は同時期に巨人の岡本和真が台頭してきたことが考えられます。同じサードを守り、大卒と高卒とで違えど年齢も同じくらい、2人とも4番を任されており、かつ阪神の巨人に対するライバル心はとても強いので、どうしても比べられてしまうのです。2018年の岡本和真は打率3割9厘33本塁打100打点と史上最年少での3割30本100打点を達成。当時のネットでは、岡本のような怪物がなぜ阪神にいないのか、岡本以外にも鈴木、坂本、筒香、山田、どの球団にも一人はスターがいるのに阪神だけずっといないと、岡本の活躍をきっかけに他の超一流の選手と大山が理不尽に比べられてしまい、当時の阪神の貧打の理由を全て大山に背負わせてしまっていたのです。2019年シーズン終了後、叩かれる大山を見て落合博満はこのように発言しています。俺だったら来年4番に大山を使うよ、今年の経験があるじゃないか、今年どれだけ周りから叩かれたんだよ、それを跳ね返すだけの力が彼にあるかどうか一番試せるいい年になるんじゃないの。実際2020年、大山は4番に固定され素晴らしい活躍を見せました。落合氏の予想通りになりました。2019年シーズン後半、大山は4番を外されていました。
このことについて落合氏は、周りに負けたんだと思う、マスコミやファンの外圧に負けたんだと思うと推測。矢野監督が防波堤になって圧力を受け止めてほしかったですね。大山が受けていた圧力は計り知れないものだったでしょう。しかしそれを跳ね返し、現在大山は誰も文句を言わない、誰も他と比較しようとしない一流の選手に成長を遂げました。大山の精神力の強さが見て取れますね。今年の大山の活躍。現在大山は打率3割5厘、7本塁打、38打点でセリーグの打点王に輝いています。とにかく試合の大事な局面で打っています。テレビのスポーツコーナーによく登場し、勝利につながる打点が多いです。顔で選ぶフォアボールも今年は増えた印象で、出塁率は4割を超えています。6月11日日本ハム戦でも2打数でノーヒットながら3四球。誰もが4番と呼ぶにふさわしい存在になったと言えるでしょう。また矢野監督の時は守備を固定されませんでしたが、岡田監督に代わり今年はファーストに固定されています。その守備でもうまさが目立っています。ファーストは捕球がメインなので、難しい送球が来ても取れなかったら責任を問われるポジションです。大山は難しいワンバウンド送球でもグラブを器用に使い簡単に取っているように見え、安定感が光っています。ゴールデングラブ賞も十分に狙えます。このように打撃でも守備でも首脳陣やファンから抜群の信頼を勝ち取っている大山。ドラフト1位指名された当時のことをこう振り返っています。ドラフトで指名された時の悲鳴、あれがあったから頑張れている部分はある。悲鳴を上げた人を後悔させてやるんだという感情は今もある。プロ野球選手になるという夢が叶った瞬間だったのに、頂点からどん底に落ちた。でもあの時の悲鳴に感謝できる野球人生にしたいんです。今回の大山雄介の動画はいかがでしたでしょうか。昨年もリーグ2位タイの87打点をマークして勝負強いのですが、どうもチャンスで打てなかった時がクローズアップされていた印象ですよね。今年は欲しいところでの一打でチームが勝っています。打点王のタイトル、そして念願のアレを達成できそうですね。大山雄介や阪神の4番についてご意見がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。